フリードリヒビルヘルム・フォン・ハーナウントーホロビッツは、最後のヘッセン選定校、フリードリヒビルヘルム一世の長男。選定公とその身分違いの妻、ゲルトル・デレーマンの間の、第三次、長男として生まれた。兄弟姉妹は1853年に、母が授けられたハーナウコ夫人の借位に基づく、ハーナウ公氏、子女の身分を有していた。 過去数世代に渡りふそたちが起こしてきたのと同様に、フリードリヒも、その最初の結婚に際して、家族内にスキャンダルを起こした。ヘッセン戦定広国軍このエレン隊所属の陸軍将尉だったフリードリヒは、脱走行為を犯して国外に逃亡し、1856年9月23日に、ウェストミンスターのセントジェームズ協会において、女優のアウグステ・ビルンバウムと結婚式を挙げた。 この結婚は、フリードリヒ自身の両親のそれと同様に、身分の釣り合いを全く考慮しない、帰遷結婚であった。父先帝公はこれに腹を立て、オーストリア帝国軍に就職した、彼を無理やりカッセルに連れ帰らせ、息子の派手な女性関係を厳しく監視した。彼は、カッセルに帰って間もなく、父に屈服し、アウグステ・ビルンバウムとの婚姻を解消した。先帝公は、 平民出身の母から生まれたためヘッセン家の正式な、聖員と認められない息子たちのために、ハーナウ・ホロビッツ公爵家の家族世襲財産を設立していたが、フリードリヒは、罰としてその財産の相続権をも剥奪された。これにより、ハーナウ公家の家督は、自定のモーリッツが継ぐことが定められた。脱走行為のため、父から軍務に復帰することも禁じられたフリードリヒは、 フルダに追放された。この町で彼は女優のルドビカグローデッと知り合い、彼女と内縁関係を持ち、二人の息子に恵まれた。しかし父の怒りを恐れて、正式な結婚には踏み切らず、先帝公が亡命先で死去した3ヶ月後の1875年4月8日にウィーンでルドビカと結婚した。ルドビカと二人の息子たちは、バイエルン王国政府により、 シャウムブルク伯爵の貴族称号を名乗ることを認められた。1889年、チューリヒ市内リースバッフ伯に所有するビラゼーフェルトで死去した。長男フリードリヒ・アウグーストは、祖父である先帝公の遺言により、ハーナウ公家の家督相続権を剥奪されていたにも、かかわらず、司法の場に訴えて、1930年6月4日付、バイエルン州上級裁判所の および1931年5月28日付、ミュンヘン地方裁判所の2つの採決により、自身とその子孫が、ハーナウ校の加盟を使用する権利を認めさせた。彼の子孫のみが2015年現在もハーナウ校家の男系子孫として残っている。2番目のつまドビカとの間に、正式な婚姻以前に2人の息子を設けた。この妻子たちは、 シャウムブルク伯爵の称号を認められた。ありがとうございます。